シネモ銀歯取れる。令和5年2月6日月曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議な扉へようこそ、不思議レモンです。さあ今日は週の初め月曜日ということでお送りしていきたいと思います。今日のオープニングトークですけども、私の銀歯が取れましてですね、まあ先週言ったと思うんですけども、結構大変でございましてですね、なかなか大掛かりになった歯医者さんの顛末を今日はオープニングトークとしてお話したいと思います。その後不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナーということで、チャイナが、アメリカ本土を横断する形で、気球をですね、飛行してですね、アメリカはそれを撃墜したというニュース。新型コロナ5類引き下げでマスク着用どうなる、世論調査では、外すが、10% にとど、まったというニュース、そして車椅子テニスの国枝慎吾さんに国民栄誉賞授与というニュースを今日はお送りしたいと思います。フシスポのコーナー、今日もレモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲のコーナー、ゾゾマリンが声出し応援解禁にというニュースをお送りしたいと思います。トレンドレモンのコーナーは、FC レモン月間野球キング、月1企画でございます。国内外野球の話題についてお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。昨年の末っていうか、まあ12月にですね、まあ、銀歯がポロリと取れましてですね、まあ、昔治療していた部分がまあ取れた、というかですね、銀歯の詰め物が取れたわけなんですけども、で、まあ、すぐ行ってですね、まあ直してというか入れてもらってですね、で1ヶ月して、まあ、2週間前にまたポロリと取れましてですね、また行かないといけないなという、もうこれは多分作り替えなきゃいけねえだろうななんて思ってですね、まあ結構高くかかるだろうなとか思ってですね、先週の金曜日に行ってきたんですよ。で、行ってですね、まあこうそのまあ外れた銀歯をもう一度ね詰めようとすると、あダメだなこれあってって、まあ彼ゴッドハンドな先生でですね、腕はすごくいいんですけども。でこれはまあちょっと作り替えなきゃいけないねみたいなことを言ってですね、でまあちょっとレントゲン撮ろうって、なかなか普段レントゲン撮らないんですよ。もう 目視で分かるような腕のいい方なんでね。でまあ、その新しい詰め物を入れるから、まあちょっと何でレントゲン撮るのかなっていうのは謎だったんだけど、まあ撮ってですね、で 見たら先生がですね、ああできてるなとかいう感じで言って、えと思って。で何かなと思ったら、なんと銀歯だったその言ったら爪、その銀歯取れた下あたりに歯の、ちょっと虫歯ができてたみたいで、あっちゃーと思って、普段は全然もう数年虫歯が全くできない、だけど結局ほら爪物の銀歯の中だから、まあ言ったら 歯ブラシとかそういうもの普段結構ケアしてるんですね私。歯磨き以外のあの何ちょっと殺菌みたいなやつもやってるから、でまあ言ったら銀歯の下だからいかないんでしょうね、そういうものが、基本的にさ、あのフッ素っていう、まあ、歯磨き粉にフッ素っていうものがあって、あれをつけたら虫歯にならないらしいんですけど、まあ、行き届かないからなってたんでしょうね、まあ、だから結局その虫の知らせだったんでしょうね、銀歯が取れたっていうのは、取れてくれてよかったというか、でないと虫歯に気がつかなかっただろうからね、でですね、まあ、そっからですよ、もうその言ったら虫歯をまあ、感知しないといけないから、まあ、ちょっと痛かったら麻酔するよって言って、やろうとしたら、やっぱ痛い痛いって言って なったから、先生がじゃあ麻酔って言って、もう準備もないね、こっちのせっかちなんですよ先生。もうすぐ注射をもうブスッと刺してこっちがその何もイエスもノーも言わない、もうその間髪入れずにブスって刺して、であれすごいですね、あの麻酔ってめっちゃ効くよね、歯の麻酔って。もうねブスって刺した時痛いんだけど、一瞬痛いんですよ、一瞬痛いあともう痛くなくなるんだよね、あれ刺さってんのに。だから2本目の麻酔みたいなのやるんだけど、もう全然痛くないのよ。でもそこからはその歯の治療しても全然痛くないっていう感じで、まあでもちょっとやっぱり神経に入る当たる部分は痛いんだけどね、
まあ、治療しても、まあ、虫歯も一瞬で治してくれて、で、まあ、その銀歯の型を取ってですね、うん、でいざお会計ってなったら高いね、今1万円もするんだよ銀歯高くなっておりましてとか言って、原材料が何だらこうだれて、これコロナのせいなのかねわかんないんだけど、まあもう仕方ねえなと思ってまあ次回銀歯詰めて、まあ終了という形になると思うんですけどね。普段歯のケアだけはかなり徹底的にやっていて、虫歯をブロックしている不思議なもんだけにですね、もうまあ仕方ないわな、その詰め物の下はケアしようがないからね、まあこういう虫の幸せだったという話でございます。この番組は新音楽レーベルの提供でお送りいたします。しげもなにした、このコーナー最新のしげもんニュースを自分自身でじゃというコーナーでございます。しげもんのファンクラブ演奏 VIP 会員更新のお知らせでございます。VIP 会員2月28日までの更新期間となっておりますので、過ぎますと一般会員に戻ってしまいますので、よろしくお願いします。詳しくはしげもん公式の方をご覧ください。ネットの配信をと言ってみましょう。日曜日の夜10時日曜 M1 時のレディオバーのプレイバックでございました。今回のプレイバックはもちろん日曜夜1時のお悩み相談、テーマは、夫からのプレゼントが、他人に渡す予定のものでした。そしてなぜダメな男とばかり付き合ってしまうのというお悩みについて一人を出しております。日曜夜1時のレディオバー、日曜日の夜10時、主義テレビ上にてプレイバック配信しております。そして、日曜夜1時のレディオバーの新作でございますが、レギュラーコーナー日曜夜1時の、お悩み相談、もちろん今回の悩みは、体調不良時に周囲の顔色を気にして落ち込んでしまう、彼氏と遊びに行ってコインロッカー使う時にというね、お悩みについて言っておりようしております。日曜 M1 時のレディオバーは日曜日の深夜、日付があった月曜日の AM1 時、しげもん公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後はしげテレビにて配信、しげもん公式ライブも同時に配信しております。朝9時、本日のしげモーニングカフェ、今日はティファニーと朝食をスタジオライブということで、私の、しげもテレビのエンディングテーマとなっておりますが、バラードナンバーのスタジオライブテイク、ぜひ聴いてみてください。不思議レモン公式の方で配信しております。正午、シネコニャンズアワー。今日はシネコニャンズのつぶやき、あざとく叫ぶ福をということでね。正午、シネコニャンズデジタルハウスにて配信しております。本当に可愛い、ね、フックでございますが、6時レモンチューブセッション、今日の最新楽曲のご紹介。今日は雨のパレード、パラディグムということでね。うん。なかなかおしゃれサウンドっていう感じでございます。6時半レモンジュリーステーション、今日は2動画配信ということで、レモンジュリーニュース1830になります。2本ね配信になりますので、先ほどシゲレモンニュース沢田研二 YouTube チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のシゲレモンニュースということで、今日は私の楽曲ロードランナーオフィシャルミュージックビデオの告知でございます。8時、このラジオ現在シゲレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はシゲテレビにて配信、シゲレモン公式ライブも同時に配信しております。10時から1年前のシゲレモンコンテンツを再配信、プレイバックシゲレモン、1年前のシゲレモンニュースをファンサイト演奏室、1年前の今夜シグナラジオでのプレイバックはシゲテレビにて、この後10時プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシゲレモンシジュールということで、まあ今日は通常通りのね、朝、まあ、散歩して買い物から帰ってきてですね、シレモコンテンツ制作、お昼2時ラジオ収録、3時ジュリー音声収録、余ったらジュリーカバー制作、そんな感じの一日でございました。目線が母を捉え、初めて言葉を覚え、初めて斜め逆さ愛のリズムが揃う時、何もない花に出会い、何かを掴みかけて丸ごと奪い去る、あなたにこう歌が歌えるだろうか、あなたに自分が聞きたくなれば英雄は君を呼ぶ、罪なき無人の聖者が訳あり暇の亡者に形を灯す命のおわらを丸ごと召
仕上がられて事故は彼女を刺した、成功は君を刺したが、桜が蕾に戻る頃に天使はまた舞い降りた。マジンが聞きたくなれば英雄は君を呼ぶ、彼方に忘れられぬ人がいる、マジンが聞きたくなれば英雄は君を呼ぶ。したのはシゲレモンで英雄の歌、弾き語りバージョンのライブイン大阪でした。シゲレモン何したでした。レモンニュース&エンタメ知恵このコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこへ言うコーナーでございます。2月3日金曜日午前9時から、本日2月6日月曜日お昼1時までのニュースとなります。こちら2月5日産経ニュースより、チャイナ気球撃墜に強烈な不満と抗議表明、対抗措置も示唆ということで、アメリカが頑として武力を行使したなどと、批判し、チャイナは関係企業の正当な権益を断固として守るとともに、さらに必要な反応を取る権利を残しておくと強調したということでね、何言ってんのかよくわかりませんけど、しかしよくもまあアメリカの本土に気球飛ばすよなっていう感じでバカにしてんのかって感じですよね。それはうち、これでも何がやりたいんですかね、本当に。ね、逆にアメリカを怒らせるだけであって、そのチャイナはどう考えたってアメリカには勝てるわけないんだから、なんかこういうおちょくる行動をしたところで逆に自分たちがその余計立場が悪くなるだけでしょという感じですよね、うん、アメリカのそのまあメディア力っていうか報道力っていうのはまあ世界規模なわけですから、このように日本にもこういうふうに入ってきてですね、自国は結局ね、やっぱりこの国はダメだなっていう風なアピールになっちゃうだけですからね、うん、なんかでもアメリカの方はある程度そのチャイナ側とちょっとまあ会話とかそういうものも、考慮しつつあったような状況じゃないですか。それがなんか、ね、手のひら返しでチャイナ側からこういう行動をしてきたわけだから、もうダメだなって感じはしますね。こちら2月6日 TBS ニュースより、新型コロナ5類引き下げでマスク着用屋内外問わず外す 10% JNN 世論調査ということで、まあこのまあ TBS 系というか、ね、世論調査によるとですね、マスクの着用について屋内外問わず外すは 10%、 屋外は外すが屋内ではつける 31%、 屋内外問わずつけるは 33%、 まだ決めてないは 22% という、ことでございましてですね、まあうん、まあ、日本人らしいというか、でもまあこれ屋外は外すが屋内ではつけるが 31% という、
ものじゃないですか。これは結構前進してるんじゃないかなと思うんですよね。で5類引き下げることについて賛成と考える人は 60% いるわけですから、まあ、だからこれも結局、まあ、マスクはつけるけどある種のこういうなんていうのかな、コロナが、まあ、ある種も、ね、そんなに怖くないよというのは、かなり浸透してきたと思うんですよ。で一部の例えば高齢者とかそういう方々に対しては非常に、まあ、リスクはまだまだ残るからマスクの着用はするということで、ですからまあそれなりにクレバーなあの日本人らしいことだと思うんだけど、まあ、僕的には、まあ、屋内ではつけるけども屋外ではもうちょっと外していこうよとは思いますけどね。これがまあ 50% ぐらいになっていったらいいと思うんだけど、まあ、これまあある種ちょっとずつね、まあ、この今年の夏場になっていったらまあ皆さん外し出す人増えるんじゃないかなと思っておりますし、まあ、今はこんな感じでいいのかなと思いますけどね。だからまあポイントとしては5類下げることを賛成と思っている人が結構半数以上いますから、僕的にはまあまあ日本人らしい、いい対応だとは思うんだけどね、全体的にね。こういう人はキャラと68。作られてこのダンスフロア踊り狂う少年が火を灯す夢みたいなシアボールが吹っ飛ぶアナログに見えちゃう恋人で快楽に次でもね、恋の人チャート68ライブイン大阪でした。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、ついに声出し応援解禁ということで、3月4日のオープン戦初戦からマスクを着用している状態での声出し応援が解禁ということでね、まあ、マリーンズの武器っていうのはこの応援、皆さんのね応援がまあ非常に、すごいね、評判というか
ね、注目されている部分はありますから、ようやくこれで最大の武器が解禁されるということで楽しみになってきますよね。そして三笘選手、驚異の3戦連発ヘディング弾ということでね、いやすごいですね。これこの1点で、まあ、勝利というね、形になったみたいなんですけどもね。 CM シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビじゃん、不思議テレビじゃん、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シレモンニュースフラッシュ、最後に一件だけ、車椅子テニスの国枝慎吾さんに国民栄誉賞授与へということでね。これまあその通りだと思いますし、もうふさわしい方だと思うんだけど、なんか人気取りだっていうふうに岸田さんを批判してる人リップとか見かけるんだけど、それって国枝さんにすごく失礼かなと思うんですよね。これはこれそれはそれって感じで、国枝さんはやっぱりすごい方だと思いますからね。車椅子テニスでここまでね、できる方っていうのは本当にいないと思いますから、本当に、おめでとうございます。でもニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私フシギレモンが最新のトレンドについてあえば言うトレンドレモンのコーナーでございます。今日はフシレモン月間野球キングということで、国内外野球ベースボールの話題をお送りしたいと思いますが、まず侍ジャパン、メンバーがね決定しましたけども、日程の方、開催期間は3月8日から3月22日までということで、日本は、プール B、東京での戦い、日本、韓国、オーストラリア、チャイナ、チェコ、共和国との、試合がね、行われるわけなんですけども、まあ、各上位チームが準々決勝に行けるということなんで、まあ、どうなんですかね、まあ、やっぱり韓国とオーストラリアがライバルなのかなという感じもしますけどもね。まあ中継はプライムビデオでやってくれるらしいですね。これはありがたいなという、ことですね。楽しみですよね。佐々木朗希も選ばれてますから、どこで登板していくのか分かりませんけども、期待したいなと思っております。そして今年2023年の各12球団のスローガンが決定しましたけどもね、ヤクルトはさあ行こうか、横浜は横浜挑戦、頂上の頂に戦い、これはなかなかいいですよね。阪神はあれARE あれね、ジャイアンツは脱会、ジャイアンツプライド2023、広島ガガガガガムシャラ、どういうことなんですかねこれはね、ソフトバンクはタカタカタカ、楽天わしが掴む、マリーンズは今日をチャンスに変える、日本ハムは新時代、これ新庄さんの新とかけてるんですかね、分かんないんですけどもね、この辺はまあ、どうなっていくんでしょうかね、分かりませんけどね。佐々木朗希投手かなり体がでかくなっているということで、大谷翔平さんより上に行けるんじゃないかというね、元、メジャーのレジェンド野茂英雄さんも、まあ、視察に来てですね、ちょっとなかなか仕上がっているみたいな感じのこともおっしゃられたということなんですけどもね。そしてメジャーリーグで毎年、なんか恒例のトップ10みたいなものを発表するということで、吉田正尚さんがまあ選ばれているという、
ことですよね。で、投手では大谷翔平選手が選ばれてるということなんですけどね、まあ、吉田選手はどこまでやってくれるか本当に楽しみですよね。ということで今日はトレンドネームは白も月刊野球キングをお送りしました。不思議レモンでメロディーライブイン大阪でした。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ今宵不思議なラジオで明日火曜日になります。同じく8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。全ては優しい。